クワナ藩鳥り家は、関ヶ原の戦いの頃に、福島正則の家臣であった、鳥り助えスケモンに始まり、伊勢クワナ藩の氏族で、母親戦争の鳥り二次郎正時、クワナの初等教育発展に、丸二三世右密度萌えクワナ藩鳥り家の先祖、鳥り助えスケモンは、静ヶ岳の七本槍で知られる、豊臣秀吉の家臣福島生息に、尾張清文六四年の頃から仕えていた。 クワナ藩の天命優書及び鳥海家に伝わる遺書書では鳥海助右衛門は福島正則より治療地方320国余りを頂戴していたとある。しかし、広島県市近世資料四野文元町、俗軍書類中の福島正則文元町に鳥海助材門に400国の記述がある。慶応15年に書き写したとの添え書きがあるものがあることから、 広島藩天保の翌慶応16年入法と、共に行われた検知と合わせ当て行書も作成され、ここでは400国と記されている。桑名藩取り替家の家門、丸二三森右三つどもえの起源、福島正則の家門は、福島拓者、中岩十文字、五十三の霧に加え、三つどもえもあったという。また、福島正則と同じく、静ヶ家の七本槍の一人に数えられる。 カスヤ・タノの家門は、三森・左三つどえである。豊臣・秀吉亡き後、石田・三成に反感を持つ福島・正則は、関ヶ原の戦い慶応5年では、東軍、徳川家康に味方し、多くの戦果を挙げた。その功績により、秋とビンゴを配慮した。慶長15年うる2月、加藤清正、池田・照正らと共に、 名古屋城追記の条約を仰せつかったが、重なる天下武神により、経済的にも非常に苦しい状況となっていました。その後、大阪冬の陣大阪夏の陣によりと臣家が滅び、徳川家康の天下の時代となると、今度は旧と臣家臣の粛清が始まり、福島家も勝手に広島城を修復した現な流年ととがめられ、 武家諸ハッの適用による大名海域の第一号となった。広島城を明け渡し、福島正則が突然、秋ビン二国を召し上げられ、新州へ入るすることが決まり、広島城を受け取りの上司として、長湯根太湯、なおかつ、安藤津島守重信と守護の兵が向かった。広島城では、言うまでもなく老城なりと福島丹波をはじめ四分の、もの二千人余りが欠板して、 結束を固め、国境までやってきた幕府の上司と、毛利、加藤、池田、八チ森、山内の兵5万余りが押し詰まるも城近くへは寄せなかった。福島丹波守は、主君制速攻の命なき上は、たとえ将軍の命なりとも渡すまじと城明け渡しの使者に伝えた。このことは早速早生まで、江戸へ伝えられ、生息はこれを聞いて涙を流し、 我がために、丹波をはじめ、一同切り死にの覚悟を極めてくれたのは嬉しい。しかし勇士を犬地にせしむるは、いかにも、残念なりとすぐに、自筆の消死者に渡し、丹波らはこれに従った。白引き渡しの当日、所領の兵はことごと苦慮外へ退き、重役は礼服を着用し、侍大将は死卒を引き弓矢鉄砲を持って、城内を守った。福島丹波は、 馬上にて七十人の侍を引き連れ、大手の橋外に置いて上司に面越し、木内武器の目録、諸子文言帳、行政に関する書類等を引き渡し、縄文の鍵を渡した後、諸子は一対一対列を整えて引き抜いた。上司が城内に入って一巡すると、掃除万端残るところなく、行き届き、今度死を決して牢城戦と接し侍の名を対処して、 大広間に張り出したりとあった。この出来事が他藩の間で家臣の鏡と評判になり、開役後の家臣を多くの藩が召し抱えようとした。福島正則でにより、天命遺書にも家臣75人のうちにありと記されている。浪人となったスケモンは山城淀藩へ夫となり淀城の造営に当たった松平定綱より招きがあり、 現那九年松平家へ出資することとなったが、その頃のて行や役職については分かっていない。この時期に、同じように召し抱えられた元家臣が何人かいることが、天命優衣書に記されている。天命優衣書に見る、福島正則家の家臣、鳥海助ケエモの他に何人かが、福島左衛門の大雄生息の家臣であったことが、天命優衣書に掲載されている。戦国時代の五月として、 有名な吉村又江門千光も、その一人である。他に、堺萌え門の名もあり、共に、福島正則文言帳にも記載がある。寛永7年7月20日没。法名、寛誉れださび、大寛随子寺。松平貞綱の第二、父助江門の家督130国を相続して、美濃大垣藩への移り府、さらに、桑名藩へ、移り府に同行したが、 その役職は分かっていない。この頃、福島正則の過労で、小田原征伐、朝鮮征伐、関ヶ原の合戦の岐阜白攻め等で武勇を示した、吉村又江門戦密が一万国で取り立てられると、以前の福島家の家臣たちがおいおいはせ参じてきた。漢文3年11月13日没。法名、松光院流雲。桑名藩主。 松平忠史料の大体百五十七年に、エモン8の着手がなくなったため、次男のサブローエモンが、家督百三十国を相続し、馬回り役を務めた。漢文四年五月二十七日没。法名、関屋道久古事。松平忠史料の代の頃、桑名サブローエモンが亡くなったが、せがれがなかったため、弟吉エモンが、家督百三十国を相続し、大馬回り役を、 相勤め後に、大難度五億番を、相勤めた。先祖以来エモンの名が続くが、武家の間では本名である意味名を呼ぶことをはばかる、風習があり、これに代わるかなとして百官名がよく用いられた。家徳相続の折にはこのかなを襲名することが多かったため、同じ名が繰り返し出てくる、このためである。元禄八年十一月十六日没。法名、清良院名緑。 元禄八年吉地在門の家徳百三十国を相続し、役には、温帯南度、五個小五億番を相務めた。聖徳二年三月に隠居を願い出て、隠居を許された。聖徳三年三月五日没。法名、玉地院至る願道、宝小路。法営二年九月、召し出され三人、口三十票を下され、馬回りを仰せつけられた。 法令7年4月、おまかない役を応接かった。聖徳2年2月に、祖父の家徳を、親合衛門へ百国、隠居へ3人、口三30票を賜った。同年4月親が隠居を応接つけられ、職を免ぜられた。蔡清院の第、聖徳3年7月に、横目役を応接借り、同5年11月には、大小難度役を応接借りさらに、 共法二年八月に御歩甲頭役を仰ぐつけ買った。さらに、御地番役を仰ぐつけかり、白川表において三十国の家像を頂戴した。その後、老年となり役を務めがたくなりと申し上げたところ、役を免じられ、馬回り役を相務めた。寛演三年十月四日没。法名、中宗院氏に、吉道小路。年の理院の代。 寛延三年十一月に、七号衛門の家督百三十国を譲り受け、法暦六年四月には、五代小制役を賜り、法暦十三年二月病心となり馬回り役を退いたとある。しかし、正義の覚書に、寛延三年家督を相続し、完成八年まで四十七年間守ったとあり、病気はあったもののむしろ当時としてはかなり長寿であった。 この間、天命2年に、ゴー門を襲名しており、天命優勝のゴー門に他ならない。さらに後年引居して、右中を名乗っていた。襲名と、変記。襲名とは、名前すべてを受け継ぐことで、家督相続に伴うものである。歌舞伎役者などがわかりやすい例であり、何代目をつけることで人物を特定することができる。変記とは、主君や目上の人から一字をもらって、 名前にすることで、古くから行われてきた習慣である。鳥海家においても、この代より名前に、正の文字が使われるようになったが、先祖が使えていた、福島正則校にも、正の字を変記としていたことがわかる。去年は、英治の親類書が、文化8年に作成されて、同年に亡くなっている。文化8年の新類書によると、この頃までは、英治と名乗っていたが、 家徳相続に伴い右中政方と改名した。またせがれ、栄吉の名が記されている。天保5年9月18日没。天保5年と右中政方の家徳を相続した。栄吉は祖父にちなんで、右、中豪衛門に改名した。降家5年150国に加造され、御勝頭そして御書院番へ転役した。その後、右中正直に改名した。 安政三年の正直親類書にはせがれ、八郎の名があるのは、岡本家寄りの養子であり、十代目となるため十代優となるも、家督を相続する前に亡くなっている。このため改めて、金子健太財門次男の二郎を養子に迎えた。桑名日記、柏崎日記に、しばしば、鳥海三郎衛門の名が出てくるのはこの右、中郷衛門である。文久二年九月五日没。 鳥海二郎正治鳥海と同じ内堀にある、金子健太在門寺中の次男の二郎が、養子に入り、鳥海正時となり、正直の家督を相続した。金子家の遺書書には詳しく書かれてはいないが、助右衛門同様佐つ名の時代より家臣となっており、両家は、その当時からの250年以上の付き合いである。正治の弟三郎が、樋口家養子となり、家督を継いでいる。 生児には妻、よりとの間に、着子象徴と二人の娘、礼、国を設けたが象徴は家督を相続する前に、没している。生児の人生は、幕末の歴史の激流に翻弄されながらも、主君を助けけをもんじる桑名武士の姿、そのものであった。京都市五色で、兄、松平片森と共にある主君、松平定明のお供で、京都にあり、新鮮組と肩を並べていたが、 慶応三年片森が京都守護職を説かれ将軍、徳川義信のいる大阪城へと退いた。翌慶応四年に一月に、蕎麦、伏見の戦いが始まり、朝敵とみなされた将軍義信は幕府軍艦海洋に乗り込み、江戸に戻ることとし、貞明も片森らと共に義信に追従した。残された正時ら桑藩氏は、江戸へ戻った主君を追うように、 紀伊半島を迂回して、戸麦国崎まで来たが、すでにク名ナに残っていた、標準派がローラにより、佐田明の議定である万之助を立て提供とし、ク名ナ城を新政府軍に明け渡ししてしまったため、帰国もならず、対岸の地帯横須賀上陸し、陸路江戸へ向かった。江戸では、新政府軍の足音が間近に聞こえるようになると、将軍、徳川義信は、 西軍から睨まれている佐田明を江戸から追い払おうと、桑名藩の陣屋のある柏崎で、近親教授するようにと命じる。佐田明は、品川沖から、プロシア船で、横浜を出港し、函館を経由して、新潟柏崎に到着した。同行した百名の家臣の中に、実父、金子健太左衛門もあった。少子は、辰巳座ブローラと共に、陸路柏崎へ向かい、 柏崎到着後軍勢を再編成し、松室人体に加わった。その後、副長の馬場三十九郎に代わり正子が副長となり、柏崎から陸路藍津若松に到着した。同年8月23日早朝、藍津半百隊平は街道を進んでくる西軍の、進路を断つため16強を破壊を行うことし、桑野藩市は合津若松の北東に位置する大口に集結し、 十六橋を渡れなくなって、迂回してくる西軍を待ち伏せした。しかし、橋が堅固で破壊に手間取っているうちに新政府軍に攻められ、十六橋を突破した。新政府軍は、戸の口原へと進んでいった。大事口で待ち受ける桑名藩は、銃声が戸の口原方面へ移動するのを聞き、十六橋が突破されたことを知り、迂回して、滝沢本陣方面へ急行した。 滝沢本人近くに到着した時には、辺りはすでに新政府軍に抑えられており、本人の西方にある開古用神社に到着したのは午後2時過ぎであった。そこには、薩摩と佐兵の一団がいたので、雷神隊隊長、辰巳勘三郎は起点を聞かせ、隊を整列させ、お味方なり、と敵軍に向かい整然と行進した。だが、 激戦で汚れた服装や姿により見抜かれることになったが、意表をつくことで、開古用神社を確保することができた。その数刻前のこと、滝沢本陣にいた、佐田明たちは、鶴ヶ城に向かう兄片森と別れ塩川村へ、向かっていた。それを知りよしもない桑名藩士は、何とか突破して入場しようと数種に別れ突撃を、観行したが、 城下は城を取り囲む西軍に抑えられており、合図戦争最大の激戦が繰り広げられ、桑名藩も苦戦を強いられた。こうした中、幕露町で部下を知った激励していた副長商事は、銃弾に倒れた。死を覚悟した商事は、仲の良かった、雷神隊副長、富永太平に解釈を頼み、その支給は、実定、樋口三郎安寺に託された。 入場を果たすことができないまま解雇用神社に戻った、辰巳勘三郎楽ブローラナ藩士は、藩主の行方を知ることができ、無念のうちに引き上げを決意し、藩主の後を追いじを河村へ移動したのであった。その折、荘司の子宮は、樋口サブローによって、死を河村阿弥陀寺に葬られた。その後、弟サブローやジップ、金子ゴンタサエモンは戦いを続けた。荘司の遺発は三年後に、 死死、象徴のもとに帰り、実家にあった祭帯と共に、桑名城南の仏、高山十年寺に収められた。慶応四年、明治元年八月二十三日没、去年二十八、法名、兼行陰人、誉れ小児寺、鳥海縁広氏と、銅像安政二年一月二十七日小川家に、生まれる。慶応四年に、 合図で戦死した少子の着子象徴は、幼年で亡くなってしまったため、鳥海に養子に入り少子の家督を相続し、妻霊との間に、六岡詰めを設けた。霊の妹国はすぐ裏隣の松本慶と次、娘霊を設け、霊の娘絹子が後に、孫、鳥海正義の妻となるである。また、次男生清は、父少子の実家である金子家を継ぐために養子に、出している。 円広氏は、ク名ナの教育の発展に一生を捧げた。1875年に、三重県市藩学校普通科修行後、ク名ナ郡ク名ナ調律、第二尋上小学校の設立に尽力し、設立当初より教鞭を取る傍ら、私費を投じて、校庭の拡張や新校者建設に奔走し、1886年2月から1917年5月までの、 実に31年間校長を務めた。その功績を称え、1921年校内に銅像が建てられたが、太平洋戦争の際に銅像は軍事強要されてしまい現存していない。なお、台座は創立100周年の記念事業として1975年、少年像の台座として、今でも聖義小学校の校庭の中で子もたちの成長を見守っている。 さらに同性の悲鳴版、恩師、鳥海縁広先生をことぶ貴蔵は、正義小学校正面玄関の校長室前の廊下に今も掲げられているが、その由来を知る人は数少ない。また、その関クアナ藩の義士、森沈明の業績を称えるため奔走し中、年次門前に、母親戦争桑アナ士、森沈明墓所の石碑の混流に携わった。また、鳥海家に伝わる、 古文書の書き写しを行った。没後これらの文書を、陳国森国神社に寄贈し、今も、桑名城内鳥海家の主因を押した、鳥海家、文書29冊は、桑名の歴史研究に役立っている。69歳の時に、期待の長男生一に先立たれ、桑名を引き払い三男、昭安の下で亡くなったが、故郷の伊比川を思い出しながらの隠居生活からか、 アキラインという隠居名を使っていた文書が残っている。アキラインとは中国の上司の名医であり、徒歩が治療をしてもらうために近くまで来て亡くなったという逸話があることからも、縁広氏の見識の広さを知ることができる。この頃、正義に本来はお前に世話になるべきだったとの言葉とともに、取り替え文書を送り届けてきたように、何か寂しい晩年を示している。著書。 主山教授次第、細谷又吉教著、明治17年11月10日、発行、北勢者初歩、定価25戦1936年2月18日没、去年81、法名、名教委員徳、誉れ大広子孤辰美直文美の初戦880年9月23日縁広子の、長男として、桑名市に生まれる。 1897年愛知県立井学校愛知医科大学、1931年名古屋医科大学を経て現名古屋大学医学部の前身に入学する。名古屋大学医学部には当時の学籍模や成績表が今も残されている。在学中に陸軍衛生部委託生徒となり、1902年卒業と同時に見習い医官として不評第六連隊に配属され、 第一次世界大戦に従軍する。小一が憧れた郷土の英雄たち未中将を訪ね、その時書いてもらった書、立志王座一端には、明治29年木更木を取り返くのぐるたつみ、直文の添え書きがあり、現在も大切に保管している。1909年陸軍軍医学校を修了し、名古屋英寿病院に勤務、1919年には、 陸軍三等軍異性となる。同年十二月くに四等随法将を授かる。その間、名古屋市西区北高城町に会員氏を構え、妻は津との間に身を増上を設ける。また、戸籍上は、七円広市から家督相続を受ける前に亡くなってしまっているが、豊田児童職府、押し切り工場の食卓湯を兼務しながら、実質的には、 課長として、父に代わって5人の弟たちを大学に進学させ、学費や生活費の面倒を見ていたが、我が子たちの成長を見ることはできなかった。1924年2月20日没、去年45、法名、後期院、人志誉れ大安し安正一工事、鳥海正義吉合津若松にて1918年1月12日に、正一の次男として、 名古屋市西区北高城町に生まれる。6歳の時に父が亡くなり、1936年2月18日、祖父縁広氏の家督を相続した。旧姓名古屋中学校を卒業後、旧帝新省に入省し、地図編鎖の仕事を行った。この経験もあってか、第二次大戦では陸軍の鉄道部隊に所属し、戦地に赴くことなく、 終戦を迎えたが、最愛の弟正隆は、フィリピンレーテ島にて戦死。戦後しばらくして、低心省から復職の連絡が入ったが、直前に、知人の紹介で、地元の鉄工所にお世話になることを決めていたので、復職はせず、義理を重んじて、鉄工所にお世話になり、定年後の70歳過ぎまで蹴り、総務の業務を行っていた。 性格も背筋もまっすぐでさっそうと早足で歩く、おしゃれな人であった。1948年3月30日、きぬこと、結婚し三男かずめを設け、七人の孫、正弘、正ろ、優子、美雪、正こ、優希、恵美、二人の彦に囲まれた、穏やかな晩年であった。2010年5月4日、没、去年92、ありがとうございます。